三門と、鳳凰山の三号学岩城寺は、山梨県韮崎市上山町鍋山にある、総当州の寺院である。三号は、鳳凰山。本尊は、阿弥陀如来。甲府盆地の西部、釜梨川右岸の氾濫源から、地域西部の山麓地域に至る上山地区の東部に、一致する。上山町北宮所のの武田八万宮へ至る、街道の南側に立地する。 中世には、駒郡、武田郷、近世の旧筋二両では、北山筋、鍋山村にあたり、付近には、武田八万宮のほか、上山町、鍋山の鍋山山町には、武田信義築城と伝わる白山城跡が存在するなど、海、源氏、武田氏ゆ狩りの史跡が多い。古代海の国では、天台宗、真言宗の密教が伝わっており、 岩城寺も創建当時は、天台衆寺院であったと言われる。海野国では、平安時代後期に、日立国から源の乗り清、清光が、海野国の市川層へ土着し、その子孫は、海源寺として、盆地各地へ進出した。山梨県内には、乗り清、清光海層を伝える寺院は多い。海野国史によれば、岩城寺は、源の清光の子で、 海源寺統領、武田氏子その武田信義が海祖であると言われる。鎌倉時代に、海、源寺の一族は、源頼朝の粛清を受けて没落する。戦国時代には守護、武田氏により、忠行され、臨済州に改修されたという。海の国史によれば、戦国期に住職となった、頑丈寺春後は、武田春信の老いに当たるとされるが、刑務関係は不明。 武田氏滅亡後、武田医療をめぐる天正神後の乱や慶長12年の火災で時報を消失したという。近世には、女王年間に佐室が中高し、総当州に改修され、上城南割村の大光寺末寺となる。ほか文化財としては、鎌倉期の阿弥陀三尊像や一以上、信長騎身の大般若教の一部などが所蔵されている。また、境内に残る。 五輪塔は、鎌倉様式で、武田信義の墓所と伝わる。海源寺列島をかける、武士団、P151、海源寺と、その信仰については、海の国の仏教を参照。海源寺列島をかける、武士団、P151 芝辻、P268、海源寺列島をかける、武士団、P151、海源寺列島をかける、武士団、 P151 海原寺列島をかける武士団 P151 海原寺列島をかける武士団 P151 ありがとうございます。